浅田学部です今回のニュース解説はですねあの政府のいろいろな政策そして経済の話これに関する話題いろんな話題がありますこれをですねざーっとこの解説をしていきたいと思っています話題というのはまず最初にサイバーセキュリティの問題を取り上げますそして IT 関係の規制の動きがありますそして対中国との関係いろいろ問題が起こってますね 外交に関する話題。そしてやっぱり国家の基本は食料とエネルギーだと思います。食料に関してはですね、米の問題がありますね。それからエネルギーについては電気代の問題と原発の再稼働の問題。私の見解も申し上げたいと思います。そして、えー、日本経済として景気判断ということについて少し、えー、触れた上で、最後にデジタル通貨の動きというのにもですね、ちょっと触れてみたいなというふうに思います。えー、まずですね、 えー、サイバーセキュリティから入りますと、あの自民党があのいよいよようやくなんですが、能動的サイバー防御をめぐる政府への提言をまとめるということなんですね。あのサイバー攻撃というのはですね、これはもともと私も昔で東京大学大学院の客員教授として情報学館でサイバーセキュリティの研究といいますかね、それに参画していたことがあります。 でそまた、あの私もあの衆議院議員だったときにです、ね、内閣委員会の視察でこのサイバーセキュリティ関連エストニアとかそういった国々を訪れたこともありますでそこで得られていたのは実はサイバーセキュリティやは防御ということになるんですが最大の防御は攻撃であるという常識なんですねでこれは一瞬のうちに起こるので日本の憲法の制約化におけるいわゆる専守防衛の考え方というのはサイバーの世界では不可能なんですね。 これは現実なんですねでだからサイバーセキュリティ基本法というのは私も議員立法の立法者の一人としてあの国会の内閣委員会で答弁に立ったりしましたあの時に攻撃は最大の防御であるというのはこの世界の国際常識であると言いましたら共産党の議員からヤジが飛んできましたけどもですね <laughs> でもそれが実態なんですねただこれ攻撃といってもいわゆるはですね武力攻撃行使となのかいや武力行使とは別の攻撃なのかと。 有点そして攻撃の定義というものこれをよくよく議論しなきゃいけないとずっと兼ねてから持ってきましたがその議論が進展し始めたというニュースです、えー、サイバー攻撃を未然に防ぐ能動的サイバー防御をめぐり自民党は政府への提言をまとめました、えー、民間事業者などが扱う通信情報を政府が普段から収集分析できるようにする一方ですね利用できる情報は外国関連の通信に限るべきだと していますということです。これは8月29日の自民党の会合でまとまったということです、えー。民間事業者などが扱う通信情報を政府が普段から収集、分析できるようにする必要があるということが未然にサイバー攻撃を防いでいく上では不可欠ですね。で、で一方あの、利用できる情報は憲法が保障する通信の秘密,秘密との関係も踏まえ、 今回は外国関連の通信に限って国内での通信は除外すべきだとしていますというとことなんですね。ここはまだちょっと踏み込みが足りないような気がしますね。というのはこの憲法の制約、通信の秘密があるといっても、これはあの、長島義久衆議院議員自民党のですね、予算委員会で答弁を取っているわけですね。内閣法制局の長官からですね。どういう答弁かというと、これはあの、 いわゆる通信の秘密といったいわゆる個人の権利というものも公共の福祉の制約の下に置かれるという当然取とっているんですねですから国内は憲法が適用されるからだから憲法の規定があるからできないんだというんじゃなくてこの公共の福祉の観点からですねの規制とした防御体制ができるようにと。 いうことですねこれもう少し議論を深める余地があるような気がいたしますもちろん監視社会になってはいけない,い,けないのは大前提ですけどねでまたあの被害の恐れがあれば自衛隊や警察がか攻撃元のサーバーなどにアクセスし無害化する措置を講じられる権限を整備することも求めていますこれが能動的っていう意味なんですね、えー、つまり日頃から攻撃元のサーバーを こうやってサーチしておかしなことをする恐れがないかをチェックしているとこれ相手のサーバーに対する侵入なので国内では通信の秘密であるとかあるいは関連の法律があるんですねこの侵入してはいけないという法律もあるんですねでそういった規制があるんですねえまあ海外については憲法上の制約でそれって相手国に対する侵入侵略ではないかととると専守防衛との関連というのをいろいろ言われていたんですがしかしこれはあの おそらく憲法解釈上も専守防衛の枠内でできるというふうな解釈はできるとは私は思いますがただ専守防衛をギリギリにガチガチに解釈するとこれもなかなか難しい問題があったかもしれないとそこのところをクリアしようという議論は非常に重要な話だと思いますねそしてさらに電気や鉄道などの国の基盤となる基幹インフラのうち特に重要と位置づける事業者とは連携して 迅速な防御措置を取れるようにするため攻撃の予兆をかか確知した段階で政府への報告を義務付ける必要性も指摘していますということです。このいわゆる連携民間との連携体制が日本弱かったのは事実ですね。でこの情報はやっぱりあのどこで何が起こっているかこのいわゆるこの天皇空間の中でですねこれをきちっと全体像を把握して必要な措置を取るそのための報告体制ですね。 というこ,とこれはもう非常に重要なポイントになると思いますね。えー、そして今年の秋に招集が見込まれる臨時国会での法整備も求めているということでこうした提言を近く政府に申し入れる方針ですということようやくこういう議論が進んできたとああの長い長い私もですねこの問題ずっと,ともう 10, 10年ぐらいになるんでしょうかね、えー、全く住まらなかったサイバーセキュリティがこうやって進んできたというのは、えー、大変このねあの心強いことだろうというふうには思いますが うはされながらこれ具体的にどうやってやるのかうんかなりこの詰めが必要な世界だろうと思いますこれは注視していくべき点だろうと思います次に、えー、今度はですねあの概算要求平、えー、令和7年度予算の概算要求っていうのが、えー、8月末で締め切りなんで、まあ、あの次のニュース解説ではその様子もですね 概算要求どうだったかという話も取り上げられると思うんですが、現時点では8月30日収録なので、まだ正式なものが出ているわけじゃないんですが、これはあくまで報道ベース、その中の一部の内容をお伝えしますと、厚労省の来年度予算案の概算要求、過去最大の 34, 千34兆7200億円余りであると、やっぱり高齢化の進展に伴って、もうどんどん増えているわけです。 えー、今年度の当庁予算よりもこれは4574億円増えて過去最大になりました大体、えー、ですね今あの何をしているかというとですねもうあの高齢化とともにあるいはあの医療技術の進歩もあるんですけどねあのほっといても自然にこの社会保障費増えていきますでこの増え方っていうのはかなりのものでしてでその増え方の中でもこう一定程度にキャップをかけてですね確か4000億円のようなですからね毎年こうやって占めてるんですであの増え方を抑えると。 でそのキャップを閉めることを財務省が厚労省にバチっとこう蓋を閉めてるわけですね。でその中でやりくりを厚労省しますから当然のことながらそこにはいろんな意味でのこのいわゆる国民負担が増えるわけです。例えば医療の自己負担を増やせとかですねいろんなサービスをこの縮小するとかですね、まあ、いろんなことが改革と称して行われていくと。 いうことですね。あるいは年金についても改革が迫られていく。改革か改悪かわかりませんが、介護、医療、介護、いろんなところに幸せが来る。そういう中、こういうことがずーっとこんなこと続けられているわけです。しかし、この社会保障っていうのはそういうものなのかどうかということをもう一回考えた方がいいように思いますね。そういった意味で、松田プランのような新たなこの財源を、というのを作っていく。せめて子育てのところについては、社会保障4経費の子育て、 これはあの次の世代の投資なんだからこれは国債でやるとかねなんかいろんな考え方をもう一回整理してですねえこの財源ということの財源論ですねあるいは医療について海外に流れているものないかどうかいろんな利権を通じてですねあるいは年金の支給の仕方もですねえこれは遠い将来ですねえ例えばデジタル通貨でやっていく部分を作っていくとかですねいろんなことをこれから本格的に議論しないと。 今の財政の仕組みの下ではどんどん絞られて負担がしがいを下がるそして今の世代が若くなればなるほど老後の保障状態は悪化していくということが続くような気がします今回の厚労省の概算要求の中には新薬の開発強化とかですねそして新たな感染症の流行への備えとして330億円が計上され 来年4月に設立される国立健康危機管理研究機構の運営に係る経費などが盛り込まれているというのはちょっと気になりますね。まこれはあのまたあの別のところで議論したいと思います。このほか今の健康保険証の代わりとなるマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証の利用促進や。 薬の処方箋を電子化し医療機関と薬局の間でオンラインでやり取りする電子処方箋の普及など医療・介護分野のデジタル化の推進などに358億円が計上されているでこの,あのデジタル化の話はです、ね、この基本はこれやらないとどうしようもない,ないです、ね、重複治療重複診療重複投薬重複検査とかいうのはです、ね、このやっぱりあのこ,のこの意味であの番号制というのはやっぱりある意味で必要でしてこの医療の無駄を削減する。 でこれをあのあれです、ね、今のアナログの世界ですねあっちで同じ薬をこっちでもらえこっちでもらえってうそういうことではなくてやっぱりどの医療機関にかかっていてもその人にのデータが共有されてるっていうのはこれやらないとやっぱりあの将来税金が上がったり社会保険料上がるというでむしろ税金を下げる社会保険料を下げるということをやるんだったらまずこれやらないとですね。 えー、そしてあのデジタル化をするということはその人のデータについてもうとにかく今回はあの今のデジタル大臣が総裁選に出ているデジタル大臣が健康保険証とマイナンバーカードを一体化することを義務付ける今年12月に健康保険証を廃止するなんてとんでもない全体主義をやっていたりです、ね、あるいは功を焦るためにですよあのであのマイナンバーカードの普及率を上げるためにです、ねえー、この無理やりにです、ねえー、このデジタル化を進めたり。 デジタル化ってて時間かかけてやるしかないんですよねその国民の納得を得ながら国民が困らないようにしながら徐々に徐々にやっていくんじゃなくてそしてその過程で国民に選択の自由を与えていくというのは自由社会の基本なのにそれをしないで全体主義をやったもんですからせっかくのこのデジタル化によるいろんな意味での国民の利便性の向上とか高齢者の見守り機能とかあるいは健康とかそういったものを効率的に 効果的に特に効果的にやっていくっていうのが重要ですねそういう機能の方に国民の監視が向かなくなってしまったとで、これものすごく大きな罪だと思います今の政権与党のものすごく大きな罪だと思います、えー、ただこの方向性自体はやらざるを得ないんでいかに信頼できるデジタル基盤に置き換えていくかということですね後で出てくるブロックチェーンが私は鍵になると思っています えー、そして国家の基本としては後でも触れますが農政農業ですねで農業の憲法改正されたとでそこで基本計画が議論されたとこういうニュースがありまして、えー、農,政の農政の憲法といわれる法律が改正されたことを受け来年度から5年間の農政について定める新たな基本計画の議論が始まったというニュースです。 えー、農政の憲法農政の憲法といわれる食料農業農村基本法は食料安全保障の強化などを基本理念に加えてえ今年5月に改正されたところですで8月29日このなんか審議会になったんですね政府の方で,で食料だけでなく肥料などの資材も輸入に頼っている現状などを踏まえて食料安全保障の状況を 状況を評価するための新たな目標について議論されることになっていると、まあ、審議会でそうなると議論されると、えー、これあので続けるとまたあの今の基本計画ではカロリーを基準とした日本の食料自給率を2030年度までに45%とする目標、まあ、現状は38%昨年度の食料自給率はカロリーベースで38%これを45%にする目標が掲げられていてですね この食料自給率の新たな目標にについいいてても検討すするるここことととしうですこれ実はあの今少し触れたこの飼料肥料であるとか種とかそういったものまでカウントするとカロリーベースでは38%の食料自給率も実は10%しかぐらいしかないというそういう見方もあるんですねでかなり日本はこの食料という極めて危ない状況にあると思いますでそういった中で生産者の減少には歯止めがかかっていません。どうやってて農業を維持していくか 水田をどのように活用していくかなどについて議論される予定であるということです。まあ、審議会は来年3月をめどに基本計画をま,画をまとめることになっているというこういうニュースですね。で、この,あの食料についてはですね、この,あの多くの先進国、どの先進国も財政をものすごく投入して、えー、国家安全保障の中核に置いてるわけですねあの。武器があっても食料があったら戦えない、国を守れないわけで。 とにかかく食料をどううやって確保するかというののの国家基基本中の基本もうちょっとエネルギーですけどね、えー、そこのところについてあまりにも日本は、まあ、近年の市場競争主義外圧に負けてですね、えー、本当の意味での農業保護をやってこなかったと先進国なんかで一番農業保護水準が低い国になってしまったとそしてアメリカ系の大手穀物商社の言いなりになってきてとにかく農協はいけないんだ支給派なんだと言って えー、日本の国家の食料を守ることをどんどん崩してきたと海外利権のためにですね、まあ、それもこの食料自給率が下がったということの大きな原因だと思いますねでもう一つはやはりあの我々日本人が日本食の素晴らしさをもう一回この再認識するということでこれを基,準基本にしながら日本食を食べようということを基準にしながら食料自給率の回復というのをですね測っていきながら今ここでも出ているような肥料の問題とか種の問題もきちんと解決していくと。 ニュースそういうあの本当の意味では戦略的農業保護政策、もう保護と堂々と言わなきゃいけないと思いますね、農業についてはですね、が必要ではないかと思います。えー、次に、この IT の規制に関するニュースでして、一つは公取、公正取引委員会の関連です。スマホの分野での巨大 IT 企業に対する新たな規制の本格運用に向けて、 厚生取引委員会は来年度、巨大 IT 企業の監視や実態調査を担う50人規模の新たな部署を申請する方針を固めたというニュースです。今年6月にスマホソフトウェア競争促進法というのは成立してましてここではです、ね、スマホの基本ソフトなどの分野で優越的な地位にあるアップルとかグーグルといった巨大 IT 企業に対しまして競争を妨げる禁止行為をあらかじめ示して規制することになっていると。 ということで公正、ね、取引委員会はこの規制の本格的な適運用に向けて体制の強化が必要だとで新たな部署は海外の規制当局とも連携して巨大 IT 企業の監視に当たるとまたあの生成 AI の開発とかサービスに関する実態調査なども担当するということで,すで今年3月から巨大 IT 企業への新たな規制の本格運用を始めたのは EU なんですね。 EU ではですね100人規模の体制を取っているそうでして、まあ、公正取引委員会としては日本でも体制を強化することで規制の実行を高めたいということです、まあ、IT についてはですねとにかくこの巨大プラットフォーマーの先制支配っていいますかねで日本はもうとにかくプラットフォーマーがありませんのでいませんので何をするにしてもとにかく我々も完全にこのプラットフォーマーに支配されてしまったという状況ですね 何ををするににししててもテラセン海外取られまうだからデジタル明かりが赤字が確か5兆円とかすごい規模で海外に流出しているわけです富がですね。でただこの IT 企業がボロ儲けをしているもう独占的な力を利用されてはかなわんということからまずねいろんなあの対策対応がなされているんですがやっぱりあの日本独自のデジタル基盤をもう一回分散型のブロックチェーンで作っていくということも。 一方で考えるべきこの IT に関して言うともう一つ外,外務省があの偽情報対策で概算要求をしているようですね外務省は SNS などに出回る偽情報への対策や AI を活用した国際情勢の分析を強化するため来年度の予算の概算要求に600億円余りを盛り込んでいるというニュースです。 例えば、例の福島の原発にたまる処理水の海洋放出をめぐって SN、SNS 上で誤った情報が出回ったということがあったと、いわゆる情報戦に対応しようということですね、まあ、中国はめちゃくちゃやってますからね、これに対応すると取り組みに、えー、662億円だそうですね、を盛り込んでいるそうです。えー、でこのかなりりの額盛り込みます、ね、で具体的には 偽情報を見つけるためのモニタリングとかですね AI を活用した国際情勢の分析それに戦略的な対外発信などにを強化するとでこの戦略的な対外発信はこのチャンネルによく出ていただいている山賀哲秀さんも昔から言ってましたね、えー、例えばあのあれですね、えー、この慰安婦の問題にしてもですね日本が不当に貶としめられた時にきちっとねタイミングをよくバーッとこの拡散する日本の立場はですねこのメッセージ力がめちゃくちゃ弱いと。 いうことなんで、まああの、この対外発信というのは、本当に外務省に力を入れてもらわなければいけないということは、前々から当チャンネルでも申し上げてきたとおりであります、それから偽情報の問題は、本当にあのあれです私も困ってます、何度もここで申し上げてますが、勝手に私を名乗ったアカウントで投資を進めていたりとかですね、まあ、こういう対策がここに入ってくるのか分からないんですが、いずれにしてもこの情報戦というのは国家レベルでも行われますので、 このフェイク情報を流してというのは例えばロシアとアメリカも選挙に絡んでやってみたりとかロシアこれいろんな国がそうやってると言われてるという中でやっぱり日本もこの分野でも対応策が講じられなければいけないそして気になる中国との関係なんですが日中中友好議連が中国に行っていきました超党派の国会議員で作っている日中友好議員連盟のメンバーが8月28日の夜に 中国の王毅外務大臣と会談した、まあ、夕食会をしたそうです自民党の二階元幹事長がこれは会長を務めています、えー、この中で双方は一つは8月26日に例の中国軍機が日本の領空を侵犯したということですねそれから中国があのいわゆる福島の原発にたまる処理水の海への放出を受けて日本産水産物の輸入を停止する措置を取っているということですね それと日本人がスパイ容疑で拘束されている問題といった日中間の懸案について意見を交わしたと双方が意見を交わしたということですそして対話の継続は重要であると若手議員の中国訪問など特に若い世代の交流を進めていくべきだとの考えで一致したということですさてこれに巡ってはですねあの、まあ、大きい外相と会談したと。 え確かですねあの中国の中であのこの一段と会談した中でナンバースリーの方と会談した結局習近平と会えなかったということがですねあの二階さんといえばあの自民党トップの中国に強い人だとまあ大変あのもうのすごい大きな訪中団を組んで訪中したりしていることが話題になってますしですねで今回習近平に会えなかったということはあもしかしたらやっぱり二階さんもうねこの今期で引退だということで中国は。 えもう、ねまあ、二階さんについてこう、ね、見方の評価を下げているのかなというふうにふと思ったんですが実はあの未確認の情報なので分からないんですけれども習近,習近平病気説っていうのはどうもあるみたいでしてここのところ習近平が表に顔を出していないという話があるという話を聞きました。でまたあのここののののチャンネルでも国国際情勢の解説の時にに最近中国のことについて最近李強首相が 習近平を無視したようなそういうその発言をしたりしていると、えー、本当は習近平というのを全面に出さなきゃいけないそれを出してない何かあったんだろうかなんていうことを取り上げたこともあります。もしかすると何か起こっているのかなとふと思ったりしますが、これはちょっときちんと確認した上でお話しすべき話ではないかと思いますね。えー、そして最近中国との関係ではこんな話があって起こっている人がたくさんいます。NHK 尖閣発言の中国籍スタッフこれバイトテロ単独犯という見方があるという表あのこの <coughs> 見出しになってますが NHK のラジオ国際放送で尖閣諸島を中国の領土と主張し南京大虐殺を忘れるな慰安婦を忘れるななどと発言した中国籍の男性スタッフをめぐってはですねどうもこの NHK の待遇面に不満を漏らしていたとされる一方でこの人の この中国の方の仕事ぶりは真面目と評されていると。で、周囲の関係者はこれ単独犯との見方を示しているという、こういうニュースが、これ本当かどうかわかりませんけどね、実際のとで、えー、愛国心をなら募らせていったか、仕事現場での評判は悪くなかった、腰は低く言葉遣いも丁寧、だから仕事の指名も多かった、などと男性、この,だこの方、この人、男性スタッフ、 この変な報道をした男性スタッフを15年近く知る在日中国人の男性はこう語っているそうです、えー、このとんでもないことをやった男性スタッフは49歳でなんとあの20代で来日して東大の大学院を修了したそうですね NHK の中国語ニュースで翻訳やアナウンス業務に関わったとまたあの企業や観光庁の中国向けビデオで中国語ナレーションも担当したという人です優秀な人みたいですね で在日中国人のある男性はこの男性スタッフについて「反日教育が強い時代に中国で育った世代でもともと愛国心が強かったのだろう」「近年中国政府も対外的に横米になったが一般の中国人にとっては日本政府もアメリカなどに中国の脅威を告げ口するように移り愛国心を募らせていったのではないか」と述べてまた NHK で「給与など待遇が 長年変わらないことなどへの不満も蓄積した結果突発的に行動に出たと見ていると本当ななのかなと思います、ね、どうもこの男性スタッフはです、ね、8月23日に出国し東京都内の団地の住居の荷物はそのままだそうですそしてこのバイトテロの可能性が高いという指摘があるそうですこれは在日外国人事情に詳しいライターの方の指摘だそうです で一方ですね NHK で中国語放送を一緒に担当していた在日中国人女性はこの男性スタッフについて尖閣諸島は日本の領土だと日本政府の見解をアナウンスすることに身の危険を感じていた可能性があるとうんでで彼はおとなしいので余計に恐怖を感じていたのかもしれない尖閣諸島は日本の領土だと言ったら中国側から何か危険な目に遭わされるとど、まあ、脅され恐れていた なんかこっちの方がありそうな感じがしますけどねで中国人スタッフの多くはアナウンス業務に就く際には芸名を使うらしいです、えー、本名を明かすと中国で実名が特定され SNS などで個人情報が公開される恐れがあるためだそうですで中国の SNS のウェイボにはですね今回の男性スタッフの行為について職務違反を問題に資する声もあるんですねちゃんとでそれに加えて中国民族の英雄だ 彼こそが本物の中国人などと賛美するコメントも寄せられているそうです。えー、このウェイボで英雄視されるのかもしれないが、えー、人としてどうなのか、ビジネス上は最低だ。我々在日中国人にとって迷惑だ。在外中国人に有事に中国政府の指示に従うよう義務付けたあの国防動員法に絡み、不安をあおる声もあるが、侵害だ。 え在日中国人の多くは日本で家族と暮らし中国より日本に世話になっている人間としてやるわけがないと語っているこの在日中国人の男性がいらっしゃるとこういう記事になっていますまああの国防動員法が発動された時に何が起こるかを今回の事件を示したとこの間西村幸隆先生がおっしゃってましたがでもまあそういうふうに見られてもしょうがないですよねあのまあそれぞれ中国人のいろんな方がいらっしゃるでしょうから。 え何とも言えない面もあるのかもしれませんがえで確かにあの今やねあの私の知ってる日本に住んでらっしゃる中国の方もすごく日本に溶け込んでいてもう日本を愛している方もいらっしゃいますしねでこの方のように仮に国防動員法でですね何かやれと命令が来ても日本,日本人に王に危害を与えることはやりませんという人もいるかもしれませんけどねだからといってですね。 えー、いやこれで中国の人はみんないい人だから心配しなくていいんだということにはならないと思いますいずれにしてもこの、えー、問題はあの、まあ、この人が個人の何か、ね、思いでやったのかそバックに何かあるのか、まあ、あのこの報道では、まあ、十分にです、ね、結論付けるわけにはいかないような気がいたします、えー、そして次にまた国内の方に戻りますがあの先ほどの食料の話に戻りたいと思います 国家の基本である食料米が品薄だというニュースですスーパーや米国店で米が品薄になっている前年収穫された米は高温障害による品質悪化により売り物にならない商品が増えているそして例年より在庫が少なかったということですさらにインバウンドですねの急増など想定外の複数の要因が重なったことが響いているだが温暖な地域では8月中旬から新米の出荷が始まっていて 九月9月上旬頃からは流通も安定する見通しだと報じられています販売店が言うには過剰に備えなくても大丈夫という呼びかけをしていますこの間農林水産大臣がです、ね、その過剰な反応しなくてもいいということを言ってましたがただあの今ちょうど八月三十日で台風十号が熱帯低気圧になったという段階でしてこれがずっと日本に座ってそれで天候不順がもし長引くとすると これ悪影響しないかなってふと心配になったりするんだかそこはどうなのか分かりませんけども、えー、そして記事の方ではスーパーでは米の,米の陳列棚がか空の状態が目立っていると店、えー、員によると7月頃から入荷数が大きく減り8月に入ると一層厳しくなったお盆の頃からは入荷ゼロの日も多い入ってきても1日10袋程度であっという間に売り切れるとかですね、えー、そしてですね、えー、ある米国店によりますと 昨年の夏は猛暑による高温障害に見舞われたため、売り物にならない商品も一定の割合で含まれていると。暑すぎると稲穂は成長するが、中身が詰まっていない状態ができてしまうということのようです。えー、米国店が異変を感じたのは今年の3月頃だそうです。希望する量を仕入れられなくなり,なりまして、その後も徐々に数量が減っていったということです。 在庫が前年終わりする中で春先からインバウンドが増えたということで全国の観光地で飲食店の米消費量が想定を超えたことが原因とみられるということです品薄状態は夏頃から顕著になったと8月8日に例の宮崎県沖のヒューガナダ地震が発生しましてあの例の南海トラフ臨時地震,フ地震臨時情報巨大地震注意が出されて 8月15日まで注意が呼びかけられたことを受けて、家庭で備蓄するための購入が急増したことなども影響したと。在庫不足の時期に地震が発生したのが響いたという話もあるようです。これについては藤和彦さんが南海トラフ地震の根拠となっているプレート説は根本的に間違いであると。熱意創設であるという話を当チャンネルでも発信してますので、ぜひご覧いただければと思います。とんでもない人騒ぎが風のとをやりましたね。 経済にすごく影響を与えています、えー、そして消費者の負担は増しています何度も買い物に行ってようやく米を見つけても価格が上がっていると仕入れの値段が仕入れの値段が一気に約2割高騰しそのまま販売価格に転嫁されている米が足りず弁当が作れない状況が続き毎日12食は麺類に変えている <laughs> まあこの麺類にかあの米,米が 高いから麺類に変えるっていうのはこれあのまあ,あの吉野先生は困ったっていうかもしれませんけどねえ私は麺類が好きなんでどっちでもいいんですけどもただあの米というのが高くなるのは困ったもんですねえ米は日本人の基本ですからねで品薄の品薄の現状を変える頼みの綱になるのは新米だそうですまあ9月以降は安定するんじゃないかということに本当にそうなればいいですねえとにかくあの とにかく食料を確保するということは国家の基本であるということはもう重ね重ね強調しておきたいと思います次にエネルギーの方には国家の基本もう一つエネルギー10月の電気料金大手10社中8社が値上がり LNG など輸入価格上昇が原因だというニュースがあります 今年10月に請求される電力大手10社の電気料金は火力発電の燃料となる LNG、液化天然ガスなどの輸入価格が上昇したことから 10, 10社中8社で値上がりすると。で10、10月に請求される国の認可が必要な規制料金は使用量が平均的な家庭で前の月と比べて、北海道電力30円上がる。 8, 北海道電力東京、東北電力、東京電力は46円上がって7864円、そして中部電力、北陸電力、四国電力、中国電力、沖縄電力、10社中8社で値上がりすると、また今年十10月請求分の都市ガスの料金も大手4社すべてで値上がりすると、例えば東京ガスは69円上がって5433円と。 いうことで,す、ね、でこれやっぱりあのー、あれなんですねうんこの,あの電気代の話にしますとねあの電力料金を安定させるということこ電力供給を安定させ電力料金を安定させるっていうのはこれ国家の基本ですねその上で何が現あのその電,、まあ、電,電源としてふさわしいのかということは技術的に決まる問題なんですね。 でこれあの原発ゼロというのが正しいと考えて原発を縮小していくというそういうバイアスをかけていくとどこかに必ず歪みが出てくるこの話は私は別のところでもやってますけれどもでその中でこの原発のニュースがあります東海第二原発茨城県にある東海第二原発原子力発電所で建設中の防潮堤に不備が見つかったという問題で原子力規制庁は 追加工事の方針を示した日本原子力発電に対し検討すべき影響や評価があるなどとして改めて詳細な設計を示すように求めたと東海第二原発は日本原電が再稼働を目指して安全対策工事を進めているんですが建設中の防潮堤の基礎部分で鉄筋が変形していたといったいくつかの工事の不備が昨年相次いで明らかになってですね原子力規制庁から 立て直しを含む抜本的な設計の見直しを指摘されていたということなんですね。えー、東海第二原発をめぐって、日本原電は再稼働に必要な安全対策工事を今年9月中に完了する計画だったんですが、防潮堤の不備の問題を受けて、2026年12月に延期しているということですけれども、なんか最近あの、あのデブリの取り出しに失敗したりとかですね、福島のほうでですね、何かこの、えー、いろんな、えー、ミスとか、なんか相次ぎますね。 えー、これはの国家の基本なんでエネルギーはそして原子力はこれは今の技術のもとではもうどうしても必要なものを欠かせないというものでこの活用ということをですねこれはのきちっと、えー、国家の方針を立ててこの関係者の人たちもいろいろと不安だったりモラルが下がったりしていないかちょっと心配なんですが反原発の流れですね。そうじゃなくて正々堂々と 今は原発が必要なんだと稼働するのが必要なんだというコンセンサスは広く作ってで,すでも将来もっといいエネルギー源に向けて技術開発をしましょうとでも今は必要なんだという現実的なね認識をこの政治用の方は国民に広げていかなければいけないなというふうに思いますそして経済8月の月例経済報告景気の気象判断1年3か月ぶりに引き上げということなんですね 政府は8月の月例経済報告で個人消費に持ち直しの動きが見られ企業業績も好調だとして景気の基調判断を1年3か月ぶりに引き上げましたとこれは8月29日関係閣僚会議を開いてまとめられた月例経済報告ですじゃあどういうふうに引き上げたかというとこれまでは景気の今回はどういうふうにしたかというと一部に。 足踏みが残るものの、緩やかに回復していると、景気判断。これが引き上げた結果の景気判断。これまではどうだったかというと、このところ足踏みも見られるが、緩やかに回復しているとしていたんですね。どこが違うんだろうかな、<laughs> という人が思ったんですが、あの、このところ足踏みも見られるが、緩やかに回復しているというところから、 少し良くなると一部に足踏みが残るものの緩やかに回復しているというふうになると、えー、このところ足踏みを見られるというのは一部に限定したからよくなったんでしょうかね。あえー、ただあのこの「残るが」という「もう見られるが」というよりも「残るが」にした方がもうもっともっと足踏みというのが減ってるというニュアンスがあるということなんですがこれは実は干潮文学の典型みたいなもんでしてですね昔の方は私あの 大蔵省で経済の関係を担当していた時に、まあ、あの経済企画庁がこの月齢経済報告を発表する前は徹夜に近いような論争になるんですね景気判断についてですねそして、えー、例えば「何々ものの」と「何々が」というのはニュアンスがこう違うとかですね「えー、一部に」というのと「このところ」というのとこういうふうにニュアンスが違うというのはこれ一つ一つ細かい定義がありましてこの「 そういういのあ内部のそれを見ながらちょっと仕様が効果あるとじゃあこの言葉を適用しようというふうなそういうことをやってるんですが一般の人から見たら何だか全然分かんない <laughs> 同じじゃないかという感じなんですがでも少しあの指標がよくなっているということかもしれませんただあの、えー、先行きはですねやっぱり物価上昇のうき、まああの実質賃金が26か月 え前年比マイナスを続けてきて記録だ記録だといってこれがようやくプラスになったということが話題になってますがあれだと,と一時的なボーナスの支給月が6月7月のものがいっちゃ若干調整があったという話もあるのでまあ次のねあのこの間出てたのが6月ですかね7月の数字がどうなるのか,7月か8月の数字がどうなるのかその辺りをちょっとちゃんと見ていかないとですねえまだまだこの景,気本当にあの景気が回復に向かっている個人消費が本格的に持ち直しているかどうか。 そういう状況にあるかどうかはまだまだ判断ができないような感じがありますねえ最後にあのデジタル資産というこういうタイトルのついたニュースをご紹介したいと思いますえ国内のネット銀行などが新しいデジタル資産を発行しましたとこれは GMO 青空ネット銀行など3社が8月28日都内で会見を開きましてデジタル資産を使ったサービスの提供を新たに始めたと発表したということなんですね でこのサービスでは銀行がブロックチェーン技術を活用して顧客の銀行預金を裏付けにデジタル資産である DCJPY を発行すると、えー、企業が二酸化炭素の排出を削減したというデジタル空間上の証明書を購入する際などの支払いに使われることを見込んでいるとで8月27日に初めての取引が成立したと。 デジタル空間上で不動産や美術品の所有権を取り引きするなどですね複製や偽造が難しいとされるブロックチェーンの技術の活用が年々拡大しているということはご存じの方も多いと思います複製ができませんのでこのコピー上もできませんのでブロックチェーンですとですねですから改ざんが不可能なので例えばあの美術品の所有権の一部をブロックチェーンでこう確定させると改ざんできないので本当にこの所有権 を持っているるるという状態が揺るが揺ななくなるということですねでこういったブロックチェーンの活用が年々拡大していましてで今回サービスを始めた3社はこうした取引では同じようにブロックチェーン技術を使ったデジタル資産で決済をすると手間やコストを抑えられるとしているということです。えー、ということで、まあ、このいわゆるデジタル通貨的なものだなんでしょうね。 えー、JPY というか,からにはですね DC-JPY それを今はいわゆるブロックチェーン上のサービスにおいて売買の際に使いましょうというそういった意味でのデジタル通技術通貨のようなものがこれからどこまで拡大していくかという話だと思います。でまああのブロックチェーンも本当に本格展開をしてですねいろいろなサービスと結びついた いわゆるユーティリティートークンのような形でですねサービスや価値と結びついた多種多様なトークンが自由に発行され流通していくという将来のブロックチェーンを基盤とした新しい通貨あるいは社会のに向けてですねこれは本格的に動いていくべき時期もうだいぶ前から言ってるんですがなかなか動いてないんですけどもやっぱりこの国策としてですね これを意識して、まあ、銀行とか金融機関一生懸命やってますけどもやっぱり国策レベルあるいは自治体レベルでも本気でこれに取り組んでほしいなという気がいたします。ということで今回いろんな話題を取り上げました、えー、がですね、えー、まああの一連の,この経済、えー、あるいは政策に関する動きについて、えー、このニュース最新のニュースについて解説をさせていただきましたどううもありがとうございました。